皆さんこんにちは、マリアです。さあ、今回の内容はこちら。王子も泣いちゃう、悲しいニュース。ということで、もうね、ようやく皆さんとこの話をできる時が来ました。もう本当にちょっとね、忙しくて、なかなかね、YouTube を発信することができなかったんですけれども、もうね、私の中で本当に驚きと、もう寂しさといろんな感情が入りました。 た <laughs> というねもうあの皆さんご存知かと思いますけれどもとっても寂しいニュースが発表されましたので今日はそのニュースについてお話をして、まあ、私のね思いとかも皆さんにシェアしていきたいと思いますので是非最後までお付き合いくださいそれではは早速行ってみましょう <laughs> はい。ということで。 いやーなんかね、最近のこう、宝塚ニュース、宝塚の公式サイトから発表されるニュースって、なんかちょっと悲しいとか寂しいものが多くないですかなんか公演ね、中止とか、あと初日が延期しますとか、そういうニュースが多くって、なんとなくこう、宝塚ファンの皆さんも気持ちがね、沈んでしまって、こう、どうにか明るい話題がないかなと思っていたところに、ね、皆さん、空組集合日があったということで、 対談者が発表されてしまいました。で、えっ、ー、と、今回発表された対談者が5名ということで、5名の皆さんご紹介していきたいと思います。まずは、101期生、花城沙やさん。そして、同じく101期生、伊吹優ゆさん。そして、100期生、コナン誠さん。そして、99期生、紀宝なたさん。そして、 97期生、ルイ・マーキセさん、ということで、いやーもう、ちょっとね、ちょっとね、ですよね、皆さんね、もう本当にね、このニュースがね、まあ、公式から発表されて、私とお友達からね、LINE が、あの、来て、ちょっとっていう感じで、いやーもう、唖然としましたね、なんかあ然とか呆然としてしまって、嘘でしょってなんかこう、力が、 全身からね、抜けてしまった気がしましたね。で、うんね、まあ、この5名のね、皆さんは、えっ、ー、と、ハイアンドロー、そしてカプリチョーザ、この2作品の東京公演の千秋楽、 2022年11月20日付をもって宝塚歌劇団を卒業することが発表されました。でね、まハイロー、LDH さんとのね、コラボレーションということで、ものすごくね、盛り上がりを見せていますし、やっぱりね、大輔先生ということで、カプリ調査、ショーの方もね、とっても期待できる作品なので、もうね、とにかく対談者の5名の皆さんは、最後のその日まで熱く熱く盛り上がってほしいなと思っています。で、やっぱりね、どうしても今回ね、 特筆すすべきはルイマキセさんのねね対談です、ね、もう私本当にルイ・マキセさんといい花組のね飛龍司君といい何だとなく私のこの YouTube で大好きだと取り上げてきて本当に宝塚になくてはならない生徒さんだと取り上げてきたのでもうねどうしようっていう感じなんですよ私の中で本当に気持ちがね でしかもこの対談のね発表がされた日が花組さんのねちょうど千秋楽大劇場の千秋楽の日だったということもあってもう SNS 特にツイッターとかではもう司くんが千秋楽でね最後のご挨拶をするというこの日にるいまきせんまでもが対談発表をするのかっていうのでかなりねファンの皆さんも,もう落ち込んでいらっしゃってすごくすごく悲しんでいらっしゃって。 もうね、ほんと私も早く皆さんとこの気持ちをね、分かち合ってシェアしたいと思っていたので。いやーもうちょっとね、時間は経ちましたけれども、なかなかね、この気持ちが落ち着かないですね。うん やっぱり私の中ではるいマキセくんというのは、もう本当にいたら安全、安心安全みたいな、もうなんか、ああ、ほっとするみたいな、すごく上質な舞台をお届けしてくれるっていう、なんかこう安心感があるね、生徒さんで、やっぱり歌も、 パーフェクトで、私は本当に今の宝塚で5本の指に入るぐらいうまいと思っているので、歌もパーフェクトで、で踊りもね、抜群に上手くて、キレッキレでね、熱いダンスを見せてくれますし、なんと言ってもお芝居が本当に素晴らしい。もうなんか正統派のね、男役さんの演技っていうのはもちろんなんですけれども、やっぱりね、こう個性派のお芝居というのをたくさん見せてくれたじゃないですか。なので、こうお芝居の引き出しが なんか多いというか表現者としての引き出しの多さにいつももう毎回脱帽する演技を見せてくれて。 いやーもう、ルイ・マキセくん、本当に大好きだなーって思っていましたし、そういうなんか実力面だけでなくて、やっぱりね、お客様へのサービス精神っていうのが、本当に素晴らしいんですよね。でやっぱり見に行っても、その、お芝居はね、もちろん役として生きているので、あの、役としてしっかりとね、見せてくれるんですけれども、ショーになると、また、ショースターとしてのね、才能も開花して、なんて言うんでしょうね、その、芸名、ルイ・マキセとしての、 魅力を存分に発揮してくれるとともに、客席で見てるお客様一人一人をしっかりとこう見ながら、お客様と目を合わせてこアイコンタクトをしながら、お客様を楽しませていくっていうもう、あの魅力がね、本当に素晴らしくって、これはね、やっぱり劇場でね、ご覧になった方は本当に感じていらっしゃったんじゃないかなと思います。うん。ね、そんなね、ルイマキ瀬くんが、 はあついに退団してしまうんだと思うともう本当に寂しくっていやもう私的には何て言うんでしょうねずっとずっといてほしいと勝手にね勝手にずっとずっといてほしいと思っていましたしずっとずっと見ていたいと思っていたので類牧瀬君の男役をねいやーもう本当にね何て言うんでしょうね寂しいという言葉だけでは片付かないような複雑な思いがありますが やっぱりね、私はもう毎回対談者の方の発表があるたびにお話ししていますが、これが本人の決めた一番いい時、対談をしようと心に決めたのが一番いい時だと思っているので、きっとね、このハイローという作品、そして、まあね、藤井大介先生という、とてもとても素晴らしい賞を作られる先生の作品ということで、よし、もうこの作品で宝塚人生、 しっかりとやり尽くそうと思われたのかと思います。うん。なので、きっとね、私、大輔先生もね、もちろんそうなんですけれども、まあ、野口先生もね、もちろんそうですけれども、本当にね、私、このね、二作品にめちゃくちゃ期待しているので、ルイ・マキセ君の、まあ、ね、宝塚男役としての最後の姿、めちゃくちゃ、 はもちろんなんですけれどももなぁ先生と大好きですよ本当にお願いしますめちゃくちゃ期待しているので本当にお願いしますはいまあねこうやってね丸まあ、マいまきくんの対談はもちろん本当に寂しくってねさっきもあの冒頭にもねお話し,しましたけれども花組ではねまたこれも期待していた飛竜つかさくんがね対談してしまうということで あの千秋楽のね様子もニュースで見ましたけれどももうなんともすがすがしい本当につかさくんらしい挨拶をされていてなんかすがすがしすぎてつかさくんらしすぎて逆にもう涙が溢れてしまったという私は状態でしたしねえそれだけじゃなくてやっぱり今年に関しては雪組の綾桜花くんとかあと星組の天竺美月くてん天てんとかねあとはまあ今回発表されたるいマキくんとかもう本当にに何て言うんでしょうねその 2番手とかね、3番手とか番手がついていないスターさんではありますけれども、宝塚にとってなくてはならないスターさんたちの対談が相次いでいて、もう本当に悲しい限りなんですよね。やっぱりこういうスターさんたちって本当に貴重ですし、その組を支えるっていう上でも大事な戦力となっている。もうむしろ本当に、 いてもらわなくちゃ困るって思っていたようなスターさんたちですし、やっぱりこの皆さんに共通して言えることは、組のファンの皆さんだけでなくって、その他の組のファンの皆さん、他のスターさんのファンの皆さんも大好きな、うん、生徒さんだったなって思っているので、いやーもう本当にね、寂しくて寂しくて仕方ありませんが、なんとしても最後の公演、チケットも本当に最近ちょっとね、なかなか が、ね、取れない公演もあって見れない公演もねあるんですけどももう何としてもねチケット取って見に行きたいなとうん思っていますそしてもちろん土井牧瀬くんだけじゃなくってね花城さやちゃん伊吹優陽さんそしてコナンマゴトくんそして紀かなたくんね他の4名の皆さんも。 どうかどうか、もうこういうご時世なので、体調に気をつけていただいて、宝塚人生の最後の一作品、一公演、もうね、千秋楽まで、無事に乾燥してほしい。もうね、最近ではこれが当たり前ではなくなっているので、どうかどうか、途中ね、中断することなく、無事に、無事に乾燥してほしい。もうそれだけです。そして、 宝塚をね、最後まで愛し抜いて、自分の魅力を存分に発揮して、ファンの皆さんに感謝を伝えて、最後のご挨拶に臨んでほしいなと、うん、思っています。とにかく、ね、ファンの皆さん、皆さんで、このね、対談者の皆さん、最後まで応援していきましょう いことで、いやー、今日はね、もうやっと皆さんとお話しできました、この悲しいニュースについて、ね、私の思いを含めてお伝えしてまいりましたが、いかがでしたでしょうかこの動画が 面白かった役に立った悲しかった寂しいと思われた方は、ぜひグッドボタンを押してもらえると、私も励みになります。よろしくお願いします。さあ、それでは、もうね、ちょっと来週からはどんどんコンスタントにね、YouTube 上げていきたいなと思ってるんですが、ちょっとなかなかね、仕事も忙しくて、思うようにいかない時もありますが、 ぜひ皆さん、これからもたくさん YouTube 見てください。お願いします。<laughs> さあ、それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ